ということで、じゃあ頑張りま次す。の曲に行く前に、はちかちゃん、一言お願いします。どうした？皆さん、あるんですよ。私のおっぱい、直径11センチ、11センチ。とんちゃん、22歳、おめでとう！パチスロみたいな、ね、フィーバーすごい、フィーバーすごい、すごい、かわいい、すごい、しかもひまわり咲いてますよ。わあ、かわいい、準備でした。みなさん見てください。あ、うん、プロデューサーさん、うわぁ、ちょ、カゴサーさん、びっくりすぎ、びっくり、お化け見たみたいな、やめてくださいね。びっくりした。あ、持っといて。あ、わかりました。わざわざ、ね、嬉しい。わざわざ、ありがとうございます。じゃあ、とんちゃん、ちょっと待って、あれ、恒例行事、これ食べないんですか、門沢さん。あ、食べちゃう。じゃあ、皆さん、準備はいいですか。とんちゃんのハッピーバースデー歌いますよ。じゃあ、いきますよ、すごい、せーの。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー、ディアトンちゃん。ハッピーバースデー、トゥーユー。おめでとうございます。ありがとうございます。すごいんですけど。何が食べたい、何が食べたい。いちご。きれい。いちご、はい。あーん。おー、かわいい。わー。ねえ、ちょっとさ、一瞬はけていい？いや、これさ、撮りたいよ。あ、いい？あ、じゃあ、とんちゃんの携帯のデータホルダーにこれが収まるんですね。イエーイ、それはすごいな。すごい。ファン様、コロポックルみたい。かわいい。その間に食べちゃおう。すごい、欲しい。ちょっと待って、ちょっと、ざわざわ。束でください。あ、いい、欲しい、欲しい。イエーイ、欲しい、欲しい。これ何本あるんだろう。本物、欲しい、欲しい。本物だ、これ。ねえねえ、ちょっと、600本あるって。600本。ねえねえ、メンバーちょっとさ、センター開けてくんない？みんなで何も見え。あ、いらない、いらない、うちら。あの、こっちさ、こっちとこっち、紙と下にさ。本物だ。冷て。すげえ、ガチだ。すごいよ、すごい。ほら、見てよ。ほら、下がって、下がって。すごいよ。みんな撮るよ。行きますよ。決め顔して、決め顔。すごい。行くよ、行くよ。いい顔してください。ブログ載せますからね、よろしく。いくよ。はい、チーズ。おー、はい、すごい。すごい。著作権とかありません。あ、ちょっと皆さん、決め顔しないでくださいよ。ちょっと、すごい。ルカルカこれ持ってて。あ、そう、とんちゃん取んないと。じゃあほら、とんちゃん一人で。いくよ、とんちゃん。よし、かわいい。はい、最高。とんちゃん、全く目立たない。こう、黄色がね。いくよ。スマイル、スマイル。はい。チーズ。おお、いいね、これ。いい感じ、めっちゃいい感じ。すごい、なんかお花畑、ありがとうございます。きれい、ね、なんか一気にお花畑になって、すごいんですけど。すごい、わあ、本物やし、すごいな。取りすぎ、取りすぎ、取りすぎ。え、すごい、すごい。え、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。わーい。じゃあ、まずはそんな22歳になったとんちゃんに抱負をしてもらいましょうか。はい、そうですね、これらのたくさんのひまわりのように太陽に向かって毎日笑顔で咲けるような22歳にしたいと思います。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます、本当にありがとうございます。すごいね、すごいね、すごいね。ちょっとさ、これね、これお花屋さんだ。あ、本当、もらっちゃった、もらっちゃった。じゃあね、とんちゃんはね、ちょっとやっぱね、お水が飲みたいって。ちょっとね、ケーキ食べたからね。そう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 、ね、じゃあ、すごいな。そんな22歳になったとんちゃん、どう思いますか、なおちゃん。すごいな、何。いや、でもとんちゃんは本当に優しくて、うん、みんな大好きな先輩なんですけど、うん、なんかでも本当にいつも本番はやるときはやる、でも、控室は可愛いときは可愛いみたいな感じ。あ、もう大丈夫みたい、とんちゃん戻ってきた。うん、もう大丈夫だ。ありがとう。そう思いますね、とんちゃん。ありがとう。はい、これからもお願いします。とんちゃん、はい、
いっちゃいます。そうですね、うん、じゃあこのひまわりの中歌っちゃいます。そうですね。じゃあ何を歌うんですか。記念日にちなんで3度目の記念日を歌います。いいですね。そうです、すごい。なんかすごい盛り上がりムードからもうしんみりになっちゃうけどね。私もこのセンターで見てたいな。いや、来ちゃおうかな。いやいやいや、本当にいいの。裏で見てて、裏でみんなでケーキ食べながら見てて。泣いちゃうか、トンちゃんなんか見たら。やめてくれる、あのプレッシャーかけないでくれるかな。オッケーオッケー。大丈夫、これもだ。あ、そうだね、そうだよ。じゃあトンちゃんにはひまわりを持って立ってもらいましょう。お願いします。お願いします。頑張って、トンちゃん。トンちゃん、ファイト。はい、うん、頑張ろうと。それでは聞いてください、3度目の記念日。この街のどこかで今同じ空を見上げて歩いてるのかな。なるはずの愛着心を少し期待して何でも笑っちゃうよね。何気ないメール、それだけじゃ強くなれた。そう、絵文字なんかなくたってちょうどいい。私の言葉でちゃんと今なら
ありがとうございました。すごい、いやーよかった。よかった、マイクちゃん、ありがとう、めっちゃどうしたいや可愛かったんですけど綺麗だった。なんかね、いつもと違う気持ちで3度目の記念日を歌いました。なんか違う感じで感動しました。すごい良かった、すごかった。なんかひまわりもすっごい綺麗でしたよ皆さん。そうなんですよ、すごい、いや本当にね素敵な22度目の記念日になりました。はい、ありがとうございます。本当いつもコメントうまいんだから、ありがとう、うまいんだから歌もうまいし、もういや本当に、いや全部もうケーキとか食べたんですか、お家とかで。食べ過ぎちゃった、まあ、食べちゃいますよね。何ケーキですか？ん？ショートケーキです。え？ショートケーキ？うん、あ、え？違うよ、三角じゃないよ、丸のだよ。あ、大きなだよ。あ、それショートケーキなんですか？家族と言われますよ、そりゃね。あ、普通のね、生クリーム。そう。はい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 。そうですよ。いやもうありがとうございます。とんちゃん、なんか、何？あの、22歳になって言い残すことはない？違う。22歳のお祝いをしてもらって、うん、あの22歳の抱負とか言い忘れたことない？そうそう。そうですね。大丈夫もう。そうだね。ちょっとね、うん、呆然としてる。なんかびっくりして嬉しかったんで、でもなんか感謝の気持ちがちょっとでも伝わってればいいなと思うので、あのね、頑張りたいと思います。おー。はい。じゃあ皆さん。とんちゃんがおばあちゃんになっても応援していきましょう。はい、わかりました。皆さんわかりましたか？あ、なんか生徒みたいだね。いやいやいや、大人あ、そかそかそか、近い大人か。やばい、でもさ、うちらがおばあちゃんになったらもうファンの方ももうやばい、違うよ、おじいちゃんって言おうと、あ、間違えた、ひいおじいちゃん、ひいおじいちゃん。言い方、言い方、静かに、静かに。皆さん、ね、皆さん一緒に年取りますから。そう、ね。はい、そうですね。はい、本当にありがとうございました。ね、よかった。おめでとう。はい、おめでとうございました。に第一部はエンディングになってしまったんですけど。早い、今の話は。早いな。とんちゃん、今日はどうでしたか？あのね、はい。一生懸命踊ってたんですよ。はい、したらね、22歳になってすぐに、だからあの皆さん、お水をこれからもいっぱいください。よろしくお願いします。すごい、すごい、すごい、すごい。とんちゃん、なんでですか？とんちゃん、どうしたらそういう考え思いつくんですか？だってさ、大学生じゃん、一応。さすが、さすが。たまたま、たまたま。すごいな。今度友達に使ってみますね。やってみて。お水ちょうだい。ということで、じゃあこの後は楽屋の生放送で会いましょう。以上、アイドリングでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。ありがとうございます。ありがとうございます。ひまわり、ありがとうございました。とんちゃん、頭からひまわり咲いてるよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。あ、みんな舞台見に来てよ、よろしく。